はい、皆さんこんにちは。郷原信雄の日本の権力を切るの時間がやってまいりました。さあ、今日はですね331回ということなんですけれども、今日のテーマはですね、保線全廃、公選法違反機関紙で内輪揉め、関西万博などなど、急速にメッキが剥がれ始めた維新というテーマなんですけれども、まあ一時はね、もう野党一党を狙うんではないかと、第一党を狙うんではないかってちょっとこう勢いみたいなものがあったような時期もあったんですけれども、このところ望むとね、なんかこういろいろトラブルがいっぱいあるんですけども、ここへ来てやっぱ補選全敗痛かったですよね。いや、まあそもそもが、はい、まあ、立派なことを言ってても、うん、ほとんどその夢物語みたいなものでしかなかったり、はいはいはい、そもそもが人材が不足してて、うんうんうん、そんなね立派なことを実行できるような、少なくとも政党としてね、はい、やれるような、うん、そんな組織じゃないんですよ。そうですね、うん、だからねちょっとこういろいろね問題が起きると、うん、急激にその組織としてぐちゃぐちゃになってくるというのが、まあ最近の状況でしょうね。まあ、ちょっと一時話題になりましたね、東京中国でのですね、はい、公選法違反機関紙の問題、これはその公選法違反になるのではないかということだったんですけど、ちょっと郷原さん解説していただけますか。選挙期間中っていうのは、はい、あの候補者の名前とか顔とかね、うんうん、そういったものが入った印刷物の配布が制限されてるわけですよね。あのこう証紙、証紙を貼らないといけないと、私も証紙貼り手伝わされました、そうそうそう、結構大変なんですよあれ、でそれを例えば政党の機関紙っていうのはね、うん、選挙じゃない時期であれば別に政治活動として配るのは構わないんだけど、政党としての政治活動ということでね、でも選挙期間中は、うん、やはりその選挙の目的でそういうものを配るのはまずい、うん、それはもう違法の疑いがある、うんうん、まあ、ということを東京中国の補選の時に、うん、維新の候補者の顔写真とか活動ぶり活躍ぶり、つまり選挙そのものじゃないかっていう、そういう機関紙をチラシのようにして撒いたと、ええ、違います違います、違う、ね、そういうビラを機関紙だと偽って撒いたんじゃないでしょうか。それは問題じゃないかっていうことを SNS 投稿で指摘したのが、なんとあの足立氏なんですよ。あ、足立、あの衆院議員ですね、はい、浩二さん、はいはい、結構ヤジの得意な、はい、ヤジどころかもう国会のその誹謗中傷の常習者ですよ、が時々真っ当なことを言うという。いや、その範囲では非常に真っ当でしょう、はいはい、つまり、政党として維新という党としてやっていた活動に対して、うん、まあ、所属議員の、足立さんが、これは違法じゃないかということを指摘して、SNS で投稿した。あ、僕もちょっと見ました X、うん、それ、いや、なかなかまともなこと言うなと思ったんですけど、その範囲ではまともですよ。ただ維新としては、うん、何やってくれるんだってこうすごい激怒してるわけですよ。藤田文太って人が党紀委員会にかけて、うん、処分するとか。なるほど、正しいことを言った人が処分されるって、そう、なんかちょっとこう嫌な、でしかもその正しいことを言った人も日頃出た目なわけですよだからもうなんかわけが分かんないですよね。うーん、これでも確かに長崎のでもちょっとスレスレのことやってましたよね。いや、もうあの長崎は、うん、あの大石、はい、知事の選挙の時に、はい、うん、我々あの上秋教授とね、はい、あの一緒に公選法違反で告発をしてます。その告発事実っていうのは、うん、選挙コンサルタントに支払われたお金が電話代であったとしても、そこに選挙の報酬、うん、選挙運動の報酬が含まれてるんじゃないかということで告発してるんですが、もともとそれ以外にもいろいろ問題指摘されてたんですよ、うん、あのシルエットチラシってやつ、シルエットチラシ、はいはい、候補者の本当はこう 顔写真とか名前とか出ちゃいけないんだけど、そのまんまイメージできるようなシルエットでね、でこういう人と並みたいなものをつけてね、それでそのアピールすると、これはね、あの公選法違反スレスレ、違法の疑いがかなりあるんですよ。ここも問題になったけど、こんなこと平気でやってるんですよ維新の選挙では。でも真っ向勝負すればいいのにね、そんなこうずるいことやらないで、そういうことでギリギリ勝とうというね、そういう両権なんですよ。ただまあそれはね、今に始まったことじゃないんで、足立氏がね、突然こんなものは違法じゃないかというのはちょっとどうなのかという感じがあるんだけども、もともとやってることがもう全然脇が甘いというか、まあ、あちこちでその不祥事を起こしてるじゃないですか、維新は、うん、関西万博も相変わらずね、いよいよ関西万博も切羽詰まってきましたけどね、
うん、これ多分成功したら維新は我々の手柄だとこう宣伝しようと思っていたんですよね。で、間違いなくね、今はなんか国の責任だって言ってるじゃないですか国がやってる話だ。あの府知事の吉村さんでしたっけ、はいはい、この人が今で共同代表なんですね。です日本維新の会のね、大阪府知事の、まあ、ちょっと爽やかな青年っていう感じしますけどね。でもなんか言ってること聞いてると大丈夫かっていうこの前ちょっと話題になったのがね、はい、これはあの毎日新聞に出てますけど、うん、維新の共同代表として次期衆院選の公約に少子化対策としてゼロ歳児への選挙権付与を盛り込む考え方を示した。ゼロ歳児に選挙権ってどういうことですかこれ。要するに、うん、その選挙権を与えられるのは、うん、成人してからじゃないですか、うん、そうですね。でも1歳とか2歳とか0歳、うん、そういう子供でも、うん、国民として一人の国民ではあるわけだから、うんうんうん、その選挙権を与えてもいいんじゃないかと、うん、そういう考えなんです、うん、なるほど。で自分じゃその、ねうん、投票はできないか、うん、例えば1歳2歳のことできないし、はい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 、その親が代わりに代理して選挙権を行使すると、うんうん、つまり親は2票投票できるってことですか。そういうことなんですよ。なんかそれは夫婦で何票みたいな どうなるんですか。いやね、確かにね、うん、そういう考え方がないわけじゃないんですよ、うんはいはい、ドイツでね研究者の人が提唱した方法で、うんうん、ドメイン投票方式っていうのが確かにあることあるんですよ、うんはいはい、要するに世代間の格差をね、うんうんうん、なくして、うん、若い世代の考え方を政治に反映していくんだということで、うんうんはい、若い世代は親の世代じゃないですか、うんうん、その0歳児とか、うんその年齢の低い、うん、その子どもたちの票を親が代理行使でいいじゃないかっていう考え方は確かにあることはあるんだけ ど、うんうん、なるほど。しかしそんなのね、うん、今その日本の選挙の現状を考えた時に、うん、それじゃあその若い世代の人たちってそもそも投票に行ってます。いやまあ言ってないんですけどね、はい、だってあれだけね投票率が低い、うん、その低いのはむしろ若い世代じゃないですか、はいはい、で自分1票だったら行かないけど俺は2票なら行くんだって話ですから、うんうんうん、いやだからそもそも減少に対するその対策としてどうしてこれが意味があるんでしょうか。いや理屈がよくわからないですね。よくわからないです。だからその若い世代に有利な政策を取っていくことにしたら、うんそれだけ少子化対策になるとうん、いうことなのかもしれないけども、それをむしろの政策として訴えていけばいいわけで、むしろね選挙権を子どもの分まで2票ね、うん、1人の人に与えるっていうのは、うん、これはねやっぱり憲法の平等原則に違反してますよ。まあ、そうですよね、まあ、そうですよ、うん、それから、まあ、もっとちょっとこう真面目なこと言うと子供は別に親の持ち物じゃないのでそう、まあ、本来は子供は子供の意思を尊重しなければいけないんだけれども0歳児に意思はちょっとなかなか難しいですもんね。そうか、投票権が得られるから、うん、それだけ子供をたくさん作ると、うんうんそういうことですか。ひょっとしたらそんなインセンティブになります。投票権が2票になって3票になって、投票権が得るために子供を作るっていうのもちょっと考えられないですけどね。考えられないでしょ、うん、いやとにかくねなんかこう少なくとも日本の公選法の改正のね提案としてなんかもう全然理解できないですよね、うん、それならまだね被選挙権を、うん選挙権と同じようにもっと若い世代で、ねうんはいはい、立候補可能にするとかやることが他にあるでしょう、うんうん、その場の思いつきみたいな話なんですよ、うんうん、要するにこの人の言うのは大体、まあまあ、それ言ったらだって都構想自体がもうそうですよ、思いつきみたいな思いつきの局地じゃないですか、ねえ、うん、だからそういう維新のやり方、うん、党の体質、うん、そういったものがねもうこのところ急速にね、うん、メッキが上がる、なるほど、地金が出てきた、うんうん、そこにもう国民の多くはこう気づきつつあるわけですよ。なるほど ね、うんねうん、だから相対的に立憲民主党がなんかこう野党の中では支持が高まってるみたい に、ね、みたいに見えるんですけど、うんうん、いやそれも必ずしもそうではな い、 そうではない残念ながら、うん、それはこの間から言ってる通りですよ。要するに未だになんかこう政局に持ち込ん で、うん、でその批判票を自分らがね獲得して政権交代に持ち込むと、うん、そういう発想から全く抜け出れてない、うん
なるほどね。ちょっとねそこも問題ですけど、まあ維新はちょっとひどいですね。ひどいですね。ちょっとあのこの化けの皮をねちゃんとこう剥いで皆さん投票するときはね、はい、よくよく考えていただければ、はい、多分ね自民党過半、自公で過半数割れたら維新はもう尻尾振って政権に入りに行っちゃいますので、本当に気をつけないと危ないことになりますので、それではまた次回。